AFC アジアカップ2019は2019年1月5日から同年2月1日にかけてアラブ首長国連邦で開催された17回目の AFC アジアカップである。この大会から本大会の出場枠がこれまでの16カ国から24カ国に拡大。当初、開催国決定は2014年末の AFC60 周年記念パーティーで予定されていたものの 2015年に延期となった。その後2015年3月9日にバーレーンのマナーまで行われた AFC 理事会で立候補のあったアラブ首長国連邦とイランのに、各国から投票の結果アラブ首長国連邦が開催国に決定した。前回の2015年アジアカップ本大会から賞金が出るようになった。2018年5月4日。 アジアサッカー連盟会長のシャイフ・サルマーン、ビン・イブラーヒーム・アル・ハリーファが、本大会の賞金総額は1480万ドルで、優勝が500万ドル、準優勝が300万ドル、ベスト4が、それぞれ100万ドル、さらに全24出場国に出場級として20万ドルを授与すると発表した。本大会の公式試合玉は、モルテン社製のボールが使用される。 本大会の組み合わせ抽選会は2018年5月4日に行われた。開催国のアラブ首長国連邦はポット1に入り、それ以外は2018年4月時点の FIFA ランキングに基づき決定した。括弧内は2018年4月時点の FIFA ランク。2018年12月5日、AFC は本大会に出場する30名の 主審と30名の副審からなる審判団を発表した。審判団には、コンカカーフ所属の3名も含まれる。VAR は準々決勝から導入される。今大会の日本の副審は、三原淳と山内博士の2名となった。アジアカップ2019審判員リスト各国は18人から23人の選手を登録しなければならず、うち3人は GK 登録でなければならない。 日時はすべて、アラブ首長国連邦の現地時間各グループ内でに、チーム以上が総括地点で並んだ場合、以下の順番で順位が決定される。当該チーム間の対戦における、勝ち点当該チーム間の対戦における、特失点差当該チーム間の対戦における、得点数、グループステージ全試合における、特失点差グループステージ全試合における、総得点当該チームが、 同会場にいる場合は、PK 戦カードの数を、ポイント化し少ない順抽戦アラブ市長国連邦、V バーレン対 V インドバーレン V 対インド V、アラブ市長国連邦アラブ市長国連邦、V 対インド V バーレンオーストラリア V ヨルダンシリア、V パレスチナヨルダン V シリアパレスチナ V オーストラリア、オーストラリア V シリアパレスチナ V ヨルダン中国、V キルギス韓国 V フィリピンフィリピン V 中国、 キルギス V 韓国韓国 V 中国キルギス V フィリピンイラン V イエメンイラク V ベトナムベトナム V イランイエメン V イラクベトナム V イエメンイラン V イラクサウジアラビア V 北朝鮮カタール V レバノンレバノン V サウジアラビア北朝鮮 V カタールサウジアラビア V カタールレバノン V 北朝鮮日本 V トルクメニスタンウズベキスタン V オマーンオマーン V 日本トルクメニスタン V ウズベキスタン日本 ブユーズベキスタンオマーン V トルクメニスタン確定した組み合わせ決勝トーナメントでは45分ハーフの試合で決着がつかない場合は15分ハーフの延長戦が行われるこの延長戦でも決着がつかない場合は引き分けとなり PK 戦で勝ち進むチームを決めるなお本大会から1972年大会以来行われている決勝トーナメントで 三位決定戦が開催されない。また、今大会から決勝トーナメント以降、公式戦交代枠三人に加え、延長戦に入った場合に限り四人目の交代を認められる。日時はすべて、アラブ首長国連邦の現地時間ヨルダン V ベトナム対 V 中国イラン V、オマーン日本、V サウジアラビアオーストラリア V ウズベキスタンアラブ、首長国連邦 V キルギス韓国。 V バーレーンカタール V ラクベトナム V 日本中国 V イ,イラン韓国 V カタールアラブ首長国連邦 V オーストラリアイラン V 日本カタール V アラブ首長国連邦日本 V カタールありがとうございます